ジャパンプラットフォームが加盟 NGO の活動をお届けします。石川県奥能登の中心地、輪島市。今年元日に起きた能登地震の爪痕は残ったまま。大規模な火災が起きた輪島朝市は、5ヶ月が経とうとする中、焼けただれた無残な姿を晒しています。市街地のほぼ中央に鎮座する十蔵神社、1300年以上にわたり地域を守ってきた神社も、拝殿、社務所をはじめ境内の多くの建物が壊滅的な被害を受けました。当時はどんな状況あったんですか？当時はもう本当、物流が完全にストップしてたので、それで昔からお付き合いのある神社の方が水と簡単な食料と最低限必要なものを車に積んで1月3日に命がけで来てくださって、でそれからその方たちがいろんな物資を引き受けて輪島に持ってくるっていうシステムを作ってくださったので、定期的に物資が入ってくるようになったので、もう神社で支援物資を配布しますっていうので3月まで毎日しておりました。地震発生後1月4日から被災した人たちのために物資配布や炊き出しを行っていた十蔵神社。被災者の方がボランティアで入って、で全部のこういった今日やってたようなこう渡す係ですとか物の整理とか全部私たちでしてたんです。でもそれがもうとても体力的にもかなり負担で、でもこのままをずっと続けるのは無理っていうことになりまして、そんな中声がかかったのが国際協力 NGO パルシック。1月6日からスタッフが現地に入り、被災状況やニーズを調査、避難所や在宅被災者への支援物資の配布を行ってきました。やっぱりボランティアだけでずっと続けていくっていうのは難しいっていうことで、つながりのある方からご紹介いただいて、ちょっとここの物資配布の運営だったり調達だったり配布をお手伝いできないかということで、4月から毎週水曜日に十蔵神社の物資配布を支援することになりました。この日も朝10時からの配布に1時間以上前から待っている人たちの姿が。配布するのはレトルトのパスタソースやミートボール、フリーズドライの味噌汁などの食品に加え、使い捨て容器や日用品もあります。パスタソースは休眠預金活用事業による資金で購入したもの。味噌汁やミートボールはジャパンプラットフォームの能登地震被災者支援プログラムの助成金で購入したものです。どんなものをもらえましたか？はい、トマトリゾット、はいはい、それからカレー、うん、それからティッシュ、はいはい、それからお味噌汁いただきました。やっぱしレトルトカレーとかそういうもんですね。あんまりお皿汚したくないもんで助かりますね。ミートボールをいただいてきました。このミートボールは避難所でご自身でちょっと調理して、そうお湯につけるだけだから簡単。ちょっとおかずもう一品欲しいなと思うときに重宝します。はい、簡単に調理できるものが人気のようで、ただお湯に入れればいいです。紙皿に入れてレンジでチンとかね。最近近くに仮設住宅が相次いで完成したことで、配布に並ぶ人数も増えたといいます。先日入ったばっかりで何も準備できてなかったんで、はい、今日仕事に来て配布見かけたんで、はい、ちょっと利用させていただきました。こちらの女性がもらっていたのは簡易トイレ。両側水傷んどるもんで流せないの。地震から5ヶ月経とうとしてるんですけど、宅内漏水とかでトイレが使えない方もおられるので、簡易トイレのキットをジャパンプラットフォームの助成を受けて購入させていただきました。水道がまだ使えない方も多く、この日水の配布もありました。配布を手伝っていたのは輪島市に営業所がある企業です。
我々和島の営業所に所属をしておりましてですね、近くのショッピングセンターの方で営業やってるんですけども、今ちょっとそこが崩壊してましてですね、ちょっと営業の方がなかなかちょっとできない状態なものですから、うん、まあ、我々として何かできることがあるかなというようなことでこちらの方にお話を聞きましてですね、毎週水曜日に参加をさせていただいてます。営業所の再開を待つ間、輪島の復興のために個人で参加しているといいます。地震から5ヶ月現地で支援を続けてきた小栗さん、物資を受け取る人たちのニーズには変化が見られるといいます。仕事がなくなってしまった方とか、年金暮らしだけど家が全壊とか半壊とかなって住めなくなってしまったっていう方も多いので、そういった方が少しでも経済的負担を減らしたいっていうことで食料だったりそういったものを取りに来る形も増えていますね、はい。物がない状況は少しずつ解消されつつも、家屋の修繕や復興にかかる経済的負担を考えると買い物を控える被災者が多いそうです。また物資配布にはこんな役割も。地震をきっかけに人が集まる機会がすごく減ってしまって、5月に一度アンケートを取ったんですけど、そこでも友達とか家族に会えなくて寂しいとか、そういった声が結構多かったんですね。でここに来ると人と会って会話をしたり近況報告したり、そういうのができることがやっぱり嬉しいっていうところだったり、気持ちの面でどこかに頼れる場所があるっていうところがすごく安心できるといった声があるので、ただ物を配るだけじゃなくて被災者の方の気持ちの負担を軽減するっていう面でも、どのぐらいどういうふうに続けていったらいいかっていうのは考えていきたいなっていうふうに思っています。パルシックは津波の被害もあった能登町で地震発生直後から支援活動を行っています。助け合い支え合いを大切にするパルシックが発災当初から続けているのがコーヒーの炊き出しです。避難所になっている体育館で温かい飲み物の提供を始めました。もともと8月以降はコーヒー紅茶を避難所の中で最初たくさんやってたんですけど、それ以降避難所とかがだんだん集約されていった中で、公民館とか集会所とかそういったところでもちょっとこう人が集まる場作りとか、避難をされていないけどお家にいらっしゃるけど外に出るきっかけ作りみたいな感じでこう集まっていただいたりして、コーヒー紅茶を出したりしてたんですけど、避難所から自宅へ戻る人たち、ようやく仮設住宅へ入居した人たちなどのため、地域の人たちが集まりやすい場所に活動場所を移し続けています。この日は能登町にある児童館にパルシックのちょっこりカフェをオープン。パルシックが東ティモールで行っているフェアトレードのコーヒーやハーブティー、スリランカ紅茶、お菓子を提供。お菓子や備品などはジャパンプラットフォームの能登地震被災者支援プログラムの助成金で購入しました。パルシックの東ティモールのコーヒーの木豆をこの能登町のコーヒー屋さんに焙煎してもらって、それを今特別に入れてます。他にもアロマスプレー作り体験などを通して地域の人たちがリラックスできる場になっています。カフェの隣の部屋では無料のハンドマッサージとヘッドマッサージを提供。ご飯も食べたい、うん、朝早かったですか？4時ぐらいに来て、あ、早い。でも1回ハンドマッサージ受けたんですけど、すごい肩まで軽くなって気持ちよかったです。こういうスペースがあるとなんかどうだっただったってお話ができたりとか、やっぱり自分がこう今まで疲れてたんだなっていうのをこう分かる、うん、でリラックスするホッとするって、あ、こういうことやなっていうのが、まあ、分かることができるっていうかね、なんかあの時よくやっとったなみたいなそんな感じをね、こう自分が感じてそれを話ができるっていうのはすごく素敵だなと思いますね。地震後やっぱ集まる、なんかみんなで集まって別に何をするわけでもなくただお茶するとか、まあ子供たちだったら遊ぶとか、なんかそういうのめっちゃいいっていうか重要かなと思ってて。
震災後、住民同士が集まる機会が減ってしまったため、コミュニケーションの場としても生かされています。実は地元の住民同士がつながり企画したもの。そこにパルシックが手助けをすることで、今の形が出来上がったといいます。ママ友と例えばね 2,3 人でやろうと思ってたところが、そのパルシックさんとかそういう支援してくださる方がいると、まあ、4人とか5人になるし、できることの幅も広がるし、受け入れれる人数も広がるし、自分たち、私と例えばネイリストさんだけだったらこんなにたくさんの人を受け入れれない、自分たちは動けるし、自分たちがやって、まあ、長期的に続けていけるように、あえてこうなんかしてくださいっていうよりか、自分たちでするからちょっと力を貸してほしいみたいなスタンスでこう長くやっていきたい。地域の人たちとの信頼関係に基づく地域に根付いた活動を進めながら、支援する側、支援される側という関係からお互いに支え合う関係づくりを目指します。最初は、まあ、避難所とかは特にですけど、お伺いしてその中でお話をする中で、まあ、ニーズ、どんなものが、どういう状況でどういうことが必要かとかを探るっていう目的もあったんですけど、まあ、そういう中でもコーヒー飲むだけでホッとするとか、日常を取り戻すみたいなことの大切さをこっちも気づかされたりしました。私たちをきっかけとして、また地域のコミュニティがもう一回始まっていくきっかけになってもらえればって思います。パルシックは災害、紛争などで困難に陥った人々が尊厳のある暮らしを取り戻すのを支え、対等な関係づくりを目指す国際協力 NGO として2008年に設立されました。アジアを中心に、例えば東ティモールでしたらコーヒー生産者の支援だったり、緊急支援から入って生活再建とか生産者支援とかを中心にフェアトレードにつなげるっていう活動をしている NGO になります。国内では過去の震災では東日本大震災だったり、西日本豪雨で愛媛で活動したり、あとは東京の葛飾区でコミュニティカフェを運営していて、居場所づくりに取り組んでいます。